市川團十郎白猿さんの心豊かな部屋。團十郎さん、親子三人、本格芝居で初共演。團十郎さん、ボタンさん、新之助さん、本格芝居で初共演。初春歌舞伎公演。歌舞伎俳優の市川團十郎さんと、長女の市川ボタンさん、長男の市川新之助さんが18日、都内で2024年1月6日に初日を迎える初春歌舞伎公演新橋演舞場の主題会に出席しました。今回は近松門左衛門が源平時代を描いた代表作の一つ「平家如後の島」を実の親子である3人が演じ、家族愛や絆を表現します。副題は親子の絆中も源平種森パート2で、妻真央さんの名前も入っています。團十郎さんは三役を担当し、そのうちの一つは新之助さんが演じる牛若丸の母常磐御前、さらにボタンさんが演じる雛鶴の父種森も務めるため、二人の母と父を演じることになります。新之助さんは役として女方をお父さんがやってくれるので、少し違和感はあるかもしれないですけどと、不思議な感覚があることも明かしました。ボタンさんは3人で一緒に舞台に立てて、その中にも父とセリフを言い合える古典のものに出演させていただくというのが本当に貴重な経験だと思うので、一生懸命頑張りたいなと思いますと語りました。團十郎さんはセリフ量の多さや丁々発止の会話もある点を踏まえて、ハードルの高さがありますけどきっちり乗り越えてくれるというようなことで、子供らはどうしようどうしようと思うでしょうけど、乗り越えられるだろうと思い、ある程度見放して取り掛かりたいと思いますと厳しく接すると明かしました。ご視聴いただきありがとうございます。ここまでご視聴いただき本当にありがとうございます。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いいたします。